リニューアル後の2番出入口総連駅は台湾台北市中山区と大道区にある台北都市運淡水線の駅。計画中の民生使用止め線が当駅に乗り入れれ乗り換え駅となる予定である。駅番号は R12。かつては廃線となった台湾鉄路管理局淡水線の総連駅があった。当駅は新宿山線系公園の地下で、 民生西寺との交差点付近に位置し、小徳路、中山北路が近くにある。駅名は、地名と大鉄炭水線の駅名である、総連から名付けられた。総連の地名は、日本統治時代に総連包みを埋めて平らにしたことに由来する。出口1は、駅の南端、出口2は、駅の北端に位置する。新商社用のエレベーターは出口2に設置され、 駅の南端は中山地下街へ直結している。出口1.2付近、民生西地沿いには西側に都市運総連駅、東側に和友委員バス停が接続している。総連行園駅コンコースには公共壁が総連行園が飾られている。総連地区の清時代から日本統治時代、国民党時代、そして現代に至る歴史が古写真で表現されている。 日本の元町、中華街駅と似るが、影響関係は不明。作者は、イエン、と、洋室方。ありがとうございます。